가이슈. 3匹足りないんだけどな。キングテレサを捕まえたとしても48だから2匹ほど漏らしてるのかな。そもそも1匹まだだしな。あれキングテレサじゃなかったらボスを1匹漏らしていることに。まだこの電話ルームも電気つかないしね。あとあそこと、なんかあの奥がまだになってる。あとここ、さっきの逆さまの人は、あ、逆さまの人いたな。そういや逆さまの人無視しちゃってるんだ。ちょっと行こうか先。あれ倒すとエンディングになっちゃいそうだしね。でセーブしておこう。そういえばいたな逆さまの人。どこだっけ？2階。逆さまの人は2階だな。これはワープしない方が早かったな。そういうことを考えると、まあ、いっそのこと倒せなくてよかったんじゃないかということにしてもいいんじゃないですかね。さあ戻ってきた。これでテレサもう1匹追加か。起こすなっつってたよな。残念、起こしちゃうんだなこれが。近っ。顔からバフーッと飛び込みたいなって。ロリコンみたいだぞおい。布団のことなんだろうけどさ。水かな。水でろうそくの火を消してみよう。あとはこの人形を吸い取る。あ、水。あれ、植物に水あげても何もならなかった。珍しい。吸い込む以外の術を持たない。ゲームボーイホラーに頼ろう。お漏らししない。あ、なるほど、布団を濡らしちゃいいのか。イエーイ、お漏らし、お漏らし。ダイナミックお漏らし。いい年して漏らしてやがる。痛い。水なくなっちゃったけど、体力回復されると嫌だな。からやり直しは嫌だな。大丈夫っぽい。
もう一回ぐらいでいけるんでしょう。よーし、逆さまだ。ひっくり返れるやつないんだけど、こうか。どうやったら開けることができるのか。そしてここはテレサがいない。来い来い、来ない来ない。倒すことはできたが、あれをゲットできないのは寂しいな。シーツがめくれて上にピローンといけたりしないかな。ゲームボーイホラーに頼ってみよう。猫だ。とりあえずこっちはオッケーかな。全部揃ったね。売れない画家。30年間一度も売れたことがない。お化けのよう今も描き続ける。頑固やじ。往生際が悪い。スーピー、ほんのちょっと居眠りをするつもりがいつの間にか永遠の眠りについてしまったらしい。あんまりシャレにならないけど。それらしき仕掛けが見当たらん。テレサもいないし、火を使ってみ、あれ、なんだろう、全部の絵を捕まえたから何か起きたのかな。あ、元に戻ってる。まあ、お金だけどね。そんなんしてる暇があったら札束を集めんかい。テレピコです。ではまた。逃がしません。おいおい、あと2匹。最後の1匹を、うん、最後の1匹をキングテレサと当てをつけるとあと1匹になるんだけど、まだ行っていない場所がね、ここだけあるんだけど、どうやったらいけるんだろう。上の階から飛び降りてくるとかかな。ここの左下の黒いところだけまだ行っていないんで。マリオ。あ、待てよ。あともう一つ行ってないとすると、この電話のところなんだけどな。先電話のところ行ってみよう。
クッパを倒して全てを終わらせる前にマンションきれいにしておこうじゃないか。実質まだ終わってないのはここだけなんだよな。いった。普通に敵がいたのかここ。ということは敵を全部倒せばオッケーだね。意外に大したことのない。それほど金も多いわけではなさそうだ。いたいた。テレワーザー。逃がさんよ。逃がさねっつってんだろうが。左側まで逃げられたか。よーし。あと一匹。もし残り一匹がキングテレサであるとしたならば、もうこれでオッケーってことじゃないかな。はい。で、あとここだけなんだけどな、ここ光らないのかな、そもそもここに部屋はないのかみたいな。ちょっとそこの上の階にちょっと行ってみよう。2階のあそこは一番初めだな。キングじゃなかったら、じゃなかったらなんだ、フルコンプリート版のクリアをするのに2回とかしなきゃいけないのはめんどくさいから、最後に考えられるあっちを行ってから、クッパに挑もう。ここから飛び降りれないかな？無理っぽいな。ないか。一度あの部屋にテイさんに逃げ込まれたことがあるんだよな。もしかしたらそいつが元に戻ってるかも。もう捕まえた気もするんだけど。一応それだけ確認してクッパに。おお、無駄にお金が。回復ないかな。一度呼んだな、あれ。
と回復はしておきたい。その辺に回復ありませんかね。まあ一度ここでテレサに逃げられて、その後捕まえたと思うから、多分あそこ何なんだろう、デッドライン。デッドラインじゃなくてデッドスペース。どうやってもいけないんだよな、そこ。お、とりあえず回復は出た。もういい、最後の一つはキングテレサだ。あえて離れる。あ、来た。で、飛んだ。どうなる、どうなる、どうだ。離れすぎるのもダメか。で、これを出さしといて近場にやってきてと。で、今2回火出したよな。痛い。来い来い、吸い込み、吸い込み来い。結構だるいな、これ。視界悪いとかいうレベルじゃないんだけど。まずは離れといて、ダメか、これ難しいな。この裏ぐらいまで行っといて、一気にこっちまで走ってきてもらった上で、ダメだ。ちょっとぐらいオバキュームで変えたり。どうだ、そっちじゃないっす。どうだ、また火だ。なんかさっきキノコかそんな感じの音がしたんだけど。ダメっすよ、それは食われちゃった。15ダメ、その後の非連続ダメージで25ダメ。来い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 、吸い込め。来た、あれ違うの。爆弾吸い込ませるわけじゃないの。ダメだよな。わかりやすい爆弾吸い込ませてボッカーンだと思ったんだけど。爆弾踏ませる。どうだ、
腹の下に入ると無敵なんですけど。じゃあ、あとは何が考えられるかな。一応これ壊れてんのかな。尻尾キュッてすっこともできないしな。死んだかな。火焚かれて25ダメ確定です。これ叩くこともできない。ダメージの与え方が全くわからん。2度目の敗北を。こん時しかないもんなパターン。尻尾になんかできそうなのも火吐いてる時ぐらいしか隙もないんだけど。攻撃パターンとかじゃなくて攻撃のダメージの与え方がわからないけ初めてだ。だいたいこれでもかっていうぐらいわかりやすい攻撃パターンがあるんだけど。かなり無茶してるけど。爆弾だよな、絶対これしか考えられないんだけどな。このスタートの地面の火の粉みたいなの吸えないの。とりあえずまずはゲームボーイ。ほら、あ、着いた。なんでさっき着かなかったんだ。なんでさっきまで着かなかったんだよ。ちょっと下向けなきゃダメなのか。だがまあこれでパターンは分かっただろう。掃除機を直接。よし、とりあえず一発。あ、
まさかのクッパも動くのか。吸い込むんじゃなくてもぴったりだったんだな。外した。怖い怖い怖い。よっと。近すぎるとダワいんだ。自分も食らうんだ。回避しつつ、テレテレテレちゃ、なんだよ、まだ撃ってくんのかよ。これ投げてきだしたら近づいた方がいいな。しくったー。まあパターンは分かったから次でいける。吸うんじゃなくて直接くっつけるだったか。お金をいただきます。さあ今回で決めるぜ。さて、今度こそやってやる。出てきたら即前に。ちょうどいいとこで詰まってんじゃねえかよ。何？顔を下げて顔に当てなきゃいけないのか。あ、ちょちょちょ、顔を上げた時だと。よー、180だと3回で終われる。そこだ。ダメか、行ったと思ったんだけど。ラスボス行くさ。よっと、そこだ。よーし、今回は食らわなかった。よーし、次で終わらせてやる。大暴走。顔を下ろせ。お前の最後の時、そっちじゃダメだ。この連続攻撃は痛い。
よし、呪文食らいながらの方がもう楽でいい。決めちゃうぜ。よーし、ゲットー、やったー。高そうなダイヤもいただきだ。長かった戦いをさらばだぜ。浮いてる。帰ってきた。お、小山博士。やりましたね。やったぜ。掃除機一つでよくぞここまで。キングテルさんのやつ、クッパの絵に入り込むじゃと、火まで吹くじゃとも。新たな発見に血湧き肉躍る思いじゃ。苦節60年、お化けが怖かった頃。よーし、テレサの50にならない。たった一夜の冒険。好きに使うといい。ありがとう。まずはお化けを絵に戻すと。クッパの顔。やることは同じ。もともとお化けは目に見えぬ移ろう形を一気にプレイス。うるわしのお化けの絵、その他の人たちも逆さになってる。49だからまだフルコンプリートじゃないのかな。嫌味のフサボーン、スボーンだった。セニョールプゼイ、スルーピー、パペットアーミー、アルプ、クッパー、キングテレサじゃないんだ。23匹お宝カウント。なんか一個取れてないのあるな。わざと分けてるだけか。てんてんてんで5100万一晩で稼いだのか。セーブ。あ、一周した。49、50匹目捕まえたかったんだけど、逆回転してる。セーブしなきゃよかった。これは罠だったな。ところてんみたいに出てきたらすっごい、ところてんみたいになったらやばかったけど。ママミー、マリオの音楽だ。ルージ泣いてる。そして笑ってる。泣きながら笑う。泣きながら笑ってた的なね。つうわけで無事ルイージマンションクリア。2周目あんのかなこのゲーム。
まあ、このゲームはゲームキューブと同時発売だったものの、俺はゲームキューブはピクミンと一緒に買ったんで、初めはこれ買わなかった。そしてピクミンクリアした後にルイージマンション買ったものの、スマブラデラックスが出たんでルイージマンションを放置して、ずっと放置してたんで、ルイージマンション2が出る前にクリアしておこうと思って再開。つってもセーブデータも残ってなかったんで、一番初めからやり直して無事クリアということで、まあ50分の49でテレサがコンプリートできなかったのがちょっとね心残りなんだけど、さすがに没収する気にはならないんで、まあ普通のクリアで満足しておこうかな。っていうか、あの強制的な一周はないよな。そうなのかな、ちょっとそれは調べてみようか。エンディング中に見つけれるかな。とりあえず、テレサ編、あ、テレサって凍らされたんだ。こうしてお化け騒動は一件落着。お化けの絵が戻って喜んだ小山博士はルイージの集めたお宝で彼に新しい絵をプレゼントしてくれました。新ルイージマンションへようこそ、ランク D。 結構ダメージ食らったからな。これあれか、お金によってこの家の豪華さが変わってくるってことか。だとするとなんとかクリアしたレベルだな、これ。5100万、5106万ゴールド。まああれだね、50匹集めたらどうなるのかとかは、あのようつべのコメント欄のところにでも書いておこうか。そういうわけで、ルイージマンション終了します。最後までお付き合いしてくれた方、お疲れ様でした。それではまた次のゲームでお会いしましょう。はい、さよなら。